星のドラゴンクエスト実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。最近知ったことなんだけどさ、ガンダムオンラインで、おなじみのジャンヌさんなんだけど、ツイッターでね、ちょっとツイッター見てたらさ、なんか源流を倒したみたいな画像が貼ってあってさ、星ドラやってたんだっていうのがまず一つ、ちょっとびっくりしたこと、プラスエテがまだ倒していない源流倒したみたいなね、ちゃんと証拠写真付きでなんかツイートされてたのを見かけて、ちょっとショックを隠しきれない状態です。でてまだ源流一回も行ったことないんだけど、幻のね鍵であるんだけど、源流、これ水上レベル99のこの神竜の強化版みたいな感じで、モガフリで出てくる鍵みたいなので、一時期出た当初はなんか話題になってた鍵なんだけど、まだ一回も行ってないし、鍵系っていうか行ってないし、鍵系ほとんど、神竜は行ったけどね、そんな感じです。はい。で、今日なんだけど、福引きがね、はい、いつもの福引きですね。電空装備が今来ました。電空装備がね、昨日の0時から来たって、これもなんかツイッターで、見てね、すぐ星ドラ飛んできた次第です。天空装備、まあ得手は基本的には盾が欲しくて、いろいろガチャはね、厳選してるんだけど、でこの天空の盾に限っては1個出たからよしとしてて、本当だったらルビスかはぐれメタルの盾、メタスラ盾が出るガチャを回したいところなんですが、魔法無効盾ね、やっぱね、魔法無効盾っていうのはその使う場面が結構多くて、ないとクリアできないぐらいの魔王級とかはね、存在するんで、で持ってないから、あれバッテリー、ちょっと充電します。でまあなんで回すかって言ったら、やっぱりこいつですよね。天空の剣。天空シリーズはね、新しく錬金が来てるんで、まあどれが当たっても基本的には優秀な感じです。で、武器に関してはね、ギガソードってのが、錬金前のね、この天空の剣にはついてて、錬金することによって、その黄金竜のなんか炎を吐くやつみたいなのがあって、全体攻撃で、プラス、息耐性、フバーハ効果がかかるっていうね、もう欲しいよね、やっぱり。ってなわけで、まあ、エテが持ってるのは盾と下だけ。よろした。ってなわけで、ちょっと回そうと思う。まあ今までね、新ストーリーまた追加されて、ジェムとかがね、イベントも結構来てるんで、ジェムが23,000まで溜まったんで、ちょっと回すわ。ちょっとね、ほんと。もう基本的にはストーリーもね、ちょっと積んでて、ディミトリーが倒せない状況で、ジェム今稼げなくなりました。あとはほんと、クエストの、こっちで、あとちょっと稼げるかなぐらいなんで、あんまり無駄遣いできないので、ちょっとだけ回します。ね。で、それで出たら、ラッキーっていうことで。まずは無料福引き一回引きます。
いや案外ね、案外パッと出るかもしんないじゃん、10連数回やったら。まああとは得手がね、止まれるかどうかってことだよね、現場のサークレット。あ、もうここでさ引いちゃってもいいかもしれない、無料福引きのパスポートの分のやつ5枚ねあるんで、その大型アップデートの時にね、全員が使える優勝ジェム600ジェムないと買えないパスポートみたいなのがあって、それでもらった5枚がねあるんで、まあここで引いちゃってもいいかも。これ有効期限あるからね、有効期限が7月14日までだから、もう言ってる間だからここで引いちゃいますね。ルビスとかも多分来ないと思うし、メタスラ盾が入ってるメタスラセレクションも今だって武器のやつ来てるもんね。もうこのゴミたちに関してはもう何も触れることすらしないから名前も読み上げてやんねえから、こいつらに関しては悪いけど。え、ちょっと待って、これちゃんと得て無料福引きで回してるよね。ちょっと今不安になった。え、あ、大丈夫だよね。よかった。あと3枚。まあ、これは、出ないと思う。はい。最近、ほんとね、無料福引き、まあ、毎日ね、やってるんだけど、まあ、出ないよね。ツイッターにさ、あげることすらできないよね。もうゴミしか出ないので。はいあ、けどこの武器は結構好きかも。鬼の金棒、見た目が好き。まあ即売りだけどね、ポイントに変えます。だ、ポイントもさ、今3万5000ぐらいまでまた溜まってきてるんで、もうちょっとでね武器進化玉に交換できるんでね。まあ無料分はねポイントに変わってください。はい、ありがとうございました。これってちなみにさ、この無料福引きのやつをさ10枚貯まったら10連を無料で引けるとかになんのかな。エテは無課金でやってるからさ、あ、それは無理か。5枚しか貯められないシステムなのかな、有効期限とかあるし。うんうん。でまあ今回はね、剣あたりが欲しい。あとはなんか武器でね、なんか被りが出てくれたら嬉しいなって感じです。では10連いきましょう。あと 15% になった。やばい。やばい。えて、スキップ中なんで。スキップします。はい！もう一回。もう一回します。まあ悪くないよ、これ結構一致凸できるから、その貫突したら使いたい装備の一つっていう風にエテは捉えてる、今のマントはバトマスにね。これはと、これ今のじゃ終われないわ、さすがに。さすがにそれじゃ終われない、エテも。スキップ。はい。はっ、うん、くそ、上も出た？上縦出た？ほ？おお、上出たね。ブレス、炎ブレス中と HP 中。
で、盾はね、持ってるんで、まあ、2つ目って。まあ、これは、凸に使うのか、進化に使うか、これはこれとして使うか、いや、別々で使った方がいいよね。今、錬金も来てるし、めっちゃ優秀だし、この盾。あ、そうしよう。ちょっと進化に使うのはやめます。で、あと、天道のなんとかのコーン。いやー、どうしよう。あと一回言っとくかなー。一回言っとくかなー。あと一回。あー、どうしよう。17,000ジェムでしょ。今6,000ジェム使った。9,000ジェムで。これ使ったら、14,000ジェム14,000ジェムだから。上出たよね。上と立て出た。止まれねえよ、相手は。もうこれじゃあ止まっ。やめよう。ここまでにしよう。いいの出たし。3000ジェムで、9000ジェム使って、上と立てだったら、ああ、まあ普通じゃんってなるけど、6000ジェムで、立てと上出て、まあ、あとコンとそのマント出てるっていうのを考えたら、まあここで止めておくのがベスト。終わります。